皆さんこんにちは、みのチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はもうこうやって運転しているということはですね、みのログでございます。旅に出ております。はい、今日来たところは熊本県の黒川温泉。いろいろあの宿があるんですよ。いい宿がいっぱいあるの。最初にね、実は言うと黒川荘って今車で走ってて通ったんだけど、黒川荘のあのご主人がですね、自分一人でこう掘ってですね、それで、温泉を作り上げた、そういう黒川荘、そこから始まった黒川荘、今ではものすごくいっぱい宿があります。いい宿いっぱいあるんですが、今日泊まるところは新しい旅館だと思うんだけど、はい、月光寿というお宿に今車で向かってます。もう今黒川温泉の宿のとこ入ってきました。とても写真ではものすごくいいお宿、なおかついい部屋を撮ったので、景色がいい部屋を、それが本当にいいかどうかをですね、確かめに来たわけですね。これですね、はい、月光寿、はい、ここはなんか何か所か看板がついてて、ね、本当だね、非常に分かりにくいね。うん、河野湯ってのが右側にあって、左側に月光寿ってのがあるね。あ、もう分かってるよ。いらっしゃいますよ。見て、もう分かってるよ。すごいね。素敵な入り口だね。うん、見て見て、見てるみんな。ちょっと見て。映ってるかな。この門素晴らしくない？この岩もすごく素敵よ。ね、へー。わー、これ開けてくださるの？いや、これ開くの？わー。いやいやいや、すごい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 。すごいね。修道でございます。はあ。さあ。うん。これは初めてですね。うん、素敵。ちょっと期待が高まってきた。なるほど、なるほど。皆さんお待ちですね。こんにちは、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。鎧、いろり&鎧。うーん、お、これ持ってきた一築でしょうね。はい、そうですよね、はい、結構古いの持ってきたんですかね。はい、うん、へー、あー、なるほど。ほら、いい感じ。ここにはセルフサービスとなっております。ご自由にお飲みくださいませ。お水とコーヒー。二人前入りますよ。おー、あ、面白い。なんと、ま、面白い。え、まだ残ってるの。前はちょっとマイナス4度くらいまで下がりましたので、はい、すごいですね、マイナスって。そうですか。広いね。広いね。ご案内いただきます。かわいい。すごいぞ、ちょっとなんか全然違うね。やっぱり何の前情報もなく来たらいい ね、 面白い。カートで、へー、そうですか。洞窟風呂、到着。はい、素敵だね。何年前にできたんですか、ここ。去年の10月で丸5年になりました。おお、見て。5年半。おお、すごい。そう、すごいね、これは。面白い。よいしょ。よいしょ、ごめんなさい、原因に。はあ。いや、すごいあったかい。見て、考えてるね。これは考えてるね。はい、一体どこに私たちは行ったらいいかがわからないぐらいの感じですね。こちらに足湯がございます。これ足湯をしながらお食事でございます。面白い。足湯、すごい。
ここで食べるんですか、ご飯。こちらでお食事でございます。いやー、いろりご飯だ、焼けるんだ。はい、炭火でです。わ、嬉しい。ステーキ、はい、こちらが寝室でございます。あ、そっか、別なんだ。はい、あら、適用。あー、なるほど。寝室のこちら、バックダウンのところにございます。こちらテラスの入り口でございます。テラス、すごい。テラス、あ、ちょっとこのお風呂すごいね、やっぱりね。これ、このお風呂はすごいわ。ちょっと先見ちゃっていいですか。何このお風呂、え、本当にこれはすごい。俺ね、ホームページこれだけ見てこの部屋にしたの。あと前情報全然なかったの。いや、なんかもう貸し切り露天とか行かなくても、まあ確かにね。すごい。ヒノキのところ座って、景色を堪能することができます。これ鉄分が多いんですか、若干。そんなことないですか。は、はい、あの赤茶っぽく見えるの。弱アルカリ性でございます。あ、そうですか。はい、あ、全然裸でも何も見えない。よかったですね。いやー、すごいでしょ。そしてうわー、またこれちょっと、ドラ LG 入れてるよ。すごいね。初めて。本当だ。私も初めてこれ。ちょっとジャケット車の中入れてちゃった。本当。いやいやいや、ちょっと、あ、車から持ってくる後で。あ、こっちがお風呂。はい、そうですか。すごい。お風呂屋さんみたい。ああ。すごい。こちら扉閉めていただくとファンのテーブルとなっております。あ、閉められるんだそこ。すごいね。こちらまで奥の扉があります。あ、いやいやいや、何これ。あ、何、うわー、ご飯食べながらこんなられちゃう。うわ、すごい。こちら並びで座っていただいて、そちら閉めていただくと、あんまりあの虫とかは来ない。ああ、そっか。あ、また雰囲気が、また雰囲気いいね。あ、じゃあ見て、かっこいいよ。あ、あら、ほんとだ。いや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 、これちょっと洗い場がもう殿様。ちょっとびっくりですね。このお風呂は泳げます、プールですね、これ完全な。はい、あら、こちら洗濯機でございます。カップも素敵だね。素敵。なんか埃防止として裏返しておきますよ。高橋さん、はい、はい、うわ、ドリップ、うん、素敵。低層庫も全て無料でございます。ああ、そう、こっちに、こっちに、他のものは無料でございます。こっちに冷蔵庫。こんな感じで。へえ、牛乳も。チャージ牛乳入ってますよ。ありがとうございます。あ、サイダーも入ってますよ。そう、ありがとうございます。洞窟風呂のご利用は、はい、じゃあ行きましょう。せっかくだから行きましょう、はいはい。さあ、貸切風呂2つあるうちの1つ、洞窟風呂にまず行ってみたいと思います。あ、すごいすごい。ここで鍵閉められるんだね。また雰囲気いいね。あ、洞窟だ。おしゃれだね、また。あ、洞窟です。あ、本当に洞窟だ。おお、洞窟です。もうちょっと湯気で見えないかな。うん、もう見えるでしょうか。あ、向こうに見えるかな。ね、本当に洞窟掘って温泉になってます。すごいです。へえ。じゃあこれから、すいません、ちょっと入ってみたいと思います。もう一つの貸し切り風呂に向かっています。天空露天。まあこれだけね、高い山の上にあるとさぞかし景色もいいんではないでしょうか。天空まで来るのに息切れしちゃいます。おい、はい、ああ、一応お部屋になっておりますね。どうもよっ。お、なんとまだまだ上です。まだまだ上、まだま、あ、まだ上。さあ、お、
そういうことですか。なるほど。なるほど、なるほど。ああ。うわあ、すごい。あれ、向こうに風車が見える。山がすごいね。ああ、こういうお風呂ってことなんですね。いや、素晴らしい。素晴らしいけども、実を言うと、私たちのお部屋のお風呂の方がいいかも。はい。ということで、これから一風呂浴びます。ご説明いたします。こちらですね、蓋の、ついた器に入っておりますのが、春アナゴの応用蒸しになります。ワンモノですね。ワンモノが来ました。はい、あー、いいね。ハマグリ？ハマグリ新条。いやー、これはやっぱり季節だよね。季節ハマグリね。もう実を言うとね、さっきアワビが出てきて、さらにもう、うん、アワビが出てきての後のハマグリと。うわ、素晴らしいですね。いいですね。緑の器に入っておりますのが伊勢エビの作りでございます。あとマダイと、イカですね。あー、なんかスープみたい。うん、うん、あ、すごい、つみれ化してるのもあるんでありがたい。俺、うん、本当チョイスができる料理ですけど、ちょっと選ばせていただきまして、こちらは、はい、何これ、何に、春のお野菜の煮物ですね。炊き合わせってこと。はい、そうです。ヤマメが来ましたね。こちらが唐揚げ、そして今食べかけようとしていた隣が炭火焼きです。炭火焼き、はい、炭火焼きこちら、はい、でこちらはまあふきのとう、まあ、春だからね、やっぱり天ぷらでこうやって横に添えてくれるだけでも本当にいいよね、うん、これ金山人味噌で食べるということで、はい、もう最高ですよね。これもう本当美味しそう。うん、素晴らしい。あ、そう、骨せんべいがありますよね。はい、うん、この炭だけで熱い、うんうん、赤牛、大分豊後牛、はい、うん、素晴らしい。見た感じどっちだか分かりません。確かに。赤牛、はい、もうそれでもう、これでよろしいですか。もうちょっと。あ、行き過ぎ、行き過ぎましたか。ありがとうございます。最高です。はい、さっきの、お作りで出てきた伊勢海老の、はい、あー、すごい。わー、これだよね、伊勢海老の、ほら、おいしそう。無駄なく赤だしで、はい、赤だし、ちょっと美味しいね。はい、あ、優しい、おいしい。うん、なんかあの名古屋のツンとくる感じじゃない。あ、いいね。ちょっと一つじゃあ、はい、赤牛の方をこれ食べてみたいと思いますが、はいはい、最初一発目、すいません、ソースつけて食べてみます。はい、いただきます。やわらかい。うん、さっぱり。うん、やっぱりさっぱりしてるんだね。さっぱり。赤牛は、うん、脂っこくない。うん、全然、こんだけほらサシが入ってる割には、うん、全然脂身の味しないよ。あ、すごいね。すごいさっぱり。いいね。あ、これだとおかわりできるかもしれない。本当？じゃあおかわりありですよ。おかわりで肉できるって、無料でできるって言ってたんで。素晴らしいね。ちょっとびっくりです。もうお腹いっぱいだから断ったんだけど、あの、いけなくない。あ。あ、すごい、いい感じですね。いい色に焼けてきましたね。いや、素晴らしい。これですね。今一生懸命作っているのが、はい、わさび塩です。わさびとお塩、はい、わさび塩作っていますが、次にいただくのが豊後牛、はい、さあ、赤牛と違うか、豊後牛。どう？脂が
さっぱりしてる。そうなの、こっちの方がお肉の香りがするね。そうなの、うん、おいしい。おいしいのはこっちかも、うん、脂っこくなくてしつこくないから、うん、ちょっと脂が多いと言われたんだけど、もしかしてこっち、うん、なんか噛んでると脂が出てくるんだけど、うん、この脂がすごくさっぱりしてる。これはおいしい。そう、豊後牛おいしいですね。豊後牛おいしいです。はい、うん、もうね、スイカがちゃんと小玉スイカ、ね、入ってますね。やっぱりお皿がね、可愛いから、ちょっとなんかね、紅茶もそうなんだけど、可愛いから、これ可愛いってさっき言ってたけど、本当はチェックインのせい、あ、そういうこと、なるほどなるほど、うん、チェックインの際のですね、お菓子和菓子がこちらに一緒に持ってきていただいてます。おはようございます。また朝風呂ですが、ここのお風呂がすごいんですよ。わかりますかね、この洗い場の大きさ。どうですか、プールのようなこの大きさ、わかるかな。あー、景色素晴らしい。富士連山阿蘇、まあ熊本なんですけどね、景色がすごい遠くまで山が見えます。ここね、お風呂が実は言うとですね、段差がここには一つありまして、寝湯みたいになるんですね。ここの段差があってですね、寝湯みたいなところで、こう昨日寝そべっとですね、頭をここの上に乗せてですね、実は言うと空を見上げて星をですね、ずっと見てたんですが、まあ熊本の星は綺麗だったですよ。今はこんな感じ、晴天。ここはアメニティもちゃんと分かってるんですよね。三木本ですよ、三木本。あとジョンマスター、これちょっと実は言うと男性に人気なんですけど、髪ボサボサになります。なかなかこの剪定はないですね、素晴らしい。さあ、そしてアメニティなんですね。アメニティもあのどこぞの旅館はあんまり良くなかったんですが、まあ素晴らしいですよ本当に。これね、全部これも三木本なんですね。三木本のセットがこれ入ってます、リップ、リップ入ってます。これなんか入ってんの、リップはなかなか入れてないですね、体洗うやつですね。そしてフェイスマスク、これ最近入ってるとこあるんですけど、どちらかというとホテルに あってですね、新生旅館にはこれ入ってないですね。さすがですね、このフェイスマスクも入ってるっていう。そしてこれがメンズスキンヘアケアセット、これは初めて見た。あの小さいボトルで、メンズスキンもしくはヘアケアのセット、あ、なんだ、あのボトルは見たことありますけど、一回使い切りっていう形でこういうの、これも最高、これもいいですね。あとはレザー歯ブラシ、ですね。これはまあ裁縫道具、これは別なところに置いてあるところが多いんですけど、なんとこのアメニティの中に入ってますね。これ合格っていうか最高ですね。これもお持ち帰りくださいっていう、綺麗な、またね、いい感じ。あ、月光樹、名前入っておりますが、素晴らしいです。炭で焼きましょうってこと、これ。はい、そうですね。わ、まあすごいね、全部この一口だけのって嬉しいね。やっぱりいろりがあるからね、こういう朝ごはん想像通り嬉しいね。分かってるよね。分かってるね、素晴らしい。いやー、いただきましょう。いただきましょう。はい、ということで黒川温泉の月光樹一泊泊まりましたけども、はい、評価ちょっとするの忘れてしまってですね、外に出てきてしまいました、はい、まだ桜が今4月の7日ですが、桜がまだ咲いてますね。綺麗だね、満開だね今がね、うんうんうん、ちょっと山の中だから、じゃあ評価をしたいと思います。はい、環境、立地は、はい、立地はですね、こういう場所にあります、黒川の本当に端っこ、山の上なんです。 4.5 いいとこです。はい、建物、施設は、はい、施設もこれもいいですね、素晴らしかったね。もう素晴らしいね、オープンして5年なんですけど、うん、いやー、なかなかもう考えられています。 4.5。はい、お料理は、お料理、これがまた最高なんだよね。最高だった、最高だったね、うん、朝ごはんもちゃんと美味しかったですね、うん、どうかよくご覧ください、これも 4.5。 はい、お風呂は
お風呂、これもいいんだよね。よっか、すみません、皆さんにちょっとお話ししなきゃいけないことはですね、1泊2日、あ、2食付き、1泊2食付き、17万円の部屋です、はい、17万ですから、最高の部屋ですよ、はい、多分ランキング、ランクは上から2番目の部屋だと思うんだけど、部屋風呂が良すぎた、もう 4.5 あれでまだ2なんだね、へ、最後サービスは、サービスですね、いいよね、完璧、もう完璧だよね、サービスもこれも 4.5、あら、やばい。全部俺 4.5 って言っちゃった。でもいいかも。最後にお手土産もくださって。お手土産がハンバーガー。あとお茶。お茶。はい。で、なおかつ、考えられないな。夕食、朝食、おかず、おかわり、何でも OK っていう。信じられないこと言ってたね。素晴らしいね。うん、まあ、値段が値段なんでね。4.5 上げよっか。久しぶりに、私はちょっと今年の中で暫定1位かも。そうだね、ここのお宿、はい、ということで最高得点です。今年、はい、4.5 出ましたよ、はい、出ました。黒川温泉のいいね、のどかだね、のどかな田舎の中で、ね、はい、ご視聴ありがとうございます。